カンディード、カンディード、あるいは楽天主義説、カンディード、あるいは楽天主義説は、1759年に発表された、フランスの啓蒙思想家ボルテールによるピカレスク小説である。霊笑的な視点のもとに、天真爛漫な主人公カンディードを紹介する以下の格言が冒頭で述べられる。この命題があらゆる不幸が襲いかかる一連の冒険を通じて、 主人公カンディードが辿り着く結末で劇的に論爆される。この作品はゴッドフリート・ライプニッツ哲学の内心理論、創造主であり、全知全能の善なる神と悪に満ちた世界とは両立するという議論を風刺した小説であり、18世紀の世界に存在した恐怖を陳列した小説でもある。この小説でライプニッツ哲学は、 カンディードの家庭教師である哲学者パングロスによって象徴される。物語の中で繰り返される不幸や災難にも、かかわらず、パングロスは、トゥーエーユミュー、すべての出来事は最善であり、自分は、ルメイヤーデスマンドポッサブルズ、最善の可能世界によって生活していると主張し続ける。本作で、カンディードとパングロスが、リスボンで遭遇する、大地震の場面は、 1755年11月1日に発生したリスボン王自身に基づいている。この惨事に衝撃を受けたボルテールはライプニッツの楽天主義人疑問を抱き、それが本作の執筆につながった。ボルテールは論争の的となったカンディードが自作であることを公には認めず、この作品はラルフ博士、ムシュール・ドードア、レイフの署名を記されて、 匿名で発表された。映画化もされていて、マックスウェル・ケントント・メイエーソン・ホッフェンバーグとの共作小説、キャンディは本作をパロディ化したものである。ところは、ドイツのウェストファリア、両主ツンダー・テント・ロンクの上官に、両主のおいにあたるカンディードという若者がいた。家庭教師パングロスによるすべて物事は今あるより以外ではありえないことが証明されていて。 一切万事は最善であるというライプニッツの楽天主義を信じて幸福に育ったカンディーであったが、両主の娘キュネゴンドと接吻を交わしたために、生まれ育った城から追放の浮き目に遭う。騙されて、ブルガリア連帯に編入させられたカンディードは、脱走を試みて捕まり、連隊中の兵士から、無知打ちの刑罰を喰らう。ブルガリア、プロイセンのアレゴリーと、アバリア、 フランスのアレリーとの合戦の際、戦闘の混乱に紛れて、再び逃げ出したカンリードは、戦場の至るところで、両軍の兵士により虐殺された市民の死体を目にする。血まみれの乳房を子供に含ませたまま死んでいく女性や、両辱後に腹を裂かれて死んでいく娘たちを見る。オランダで仕事にありついたカンリードは、梅毒闇の小敷となった、旧市パングロスと再会する。 ツンダーテントロンクの城を襲ったブルガリア兵により、キュネゴンドを含む一族老党が皆殺しにされたことを知らされ、カンディードは悲嘆に暮れる。恩師を直してと善良な雇い主に懇願して、梅毒から回復したパングロスと一緒にカンディードは雇いの友でリスボンへ向かう。リスボンへ向かう途中で嵐にあった船は沈没し、カンディードとパングロス、 人手なしの水符だけが生き残る。リスボンでは大地震に巻き込まれる。カンディードとパングロスは地震を止めるための異端神門にかけられる。パングロスはあぶりの刑ではなく公主刑に処される。刑の直前、カンディードは赦免される。カンディードを救ったのはブルガリア兵の暴行生き延び、今は金持ちのユダヤ人と異端神門官の共同の目かけとなっているキュネゴンド。 出会っロ老バに導かれ、カンディードは、キュネゴンドと再会する。キュネゴンドの話を聞いて結婚したカンディードは、ユダヤ人と異端新聞官を殺してしまう。カンディードとキュネゴンドは、ロ婆バの過去を聞く。ロ婆バはもともと教皇の美しい娘で、ふとしたことから、母と共に海賊に捕まり、母は殺され、自身は犯され、モロッコからアレクサンドリア、イスタンブール。 アゾフ、モスクワ、リガ、ハーグなど時には売られ、時には牢場に巻き込まれ、時には逃げ出し、年を重ね、ついにはユダヤ人のもとで働いていたということを語る。カンディードとキネゴンドは、友の老婆を連れて、南アメリカ大陸まで落ち延びるが、ブエノスアイレスで追手に追いつかれ、やむなく、カンディードは、重牧かかんぼだけを連れて逃れ去る。逃避行の途中で二人は、 黄金号エルドラドーに迷い込む。エルドラドーは黄金や宝石が石ころのように道端に転がっており、争いも最悪もないユートピアであった。宗教は必要なものは何でもくださる神に絶えずお礼を申し上げるというだけ。この国に泊まるよう説得するエルドラドーの王を振り切って、キュネゴンドのことを忘れられぬカンディードは黄金と宝石を羊に積み込んでエルドラドーを離れる。 持ち出した黄金や宝石のほとんどは最悪により失われてしまう。そして旅路の途中で虐待された品種の黒人奴隷を目にすることにより、ついにカンリードは楽天主義と決別せざるを得ないことを覚まする。楽天主義とはどんな悲惨な目に遭おうとも、この世の全ては善であると気の触れたように言い張ることなのだ。キュネゴンドの創作に送り出したカカンボは、 行方知れずになってしまう。待ちきれなくなったカンディードはベネツィアまでやってくるが、後悔の途中で出会った詐欺や泥棒により、残りの黄金のほとんども失われる。世間に愛想を尽かしたカンディードは、この国で最も不幸な人間を自分の同行者として公募する。遠征主義の貧乏学者マルチンが同行者として選ばれる。マルチンと果てしのない議論を繰り返しながら、イタリアやフランス、 イギリスといったヨーロッパ諸国を歴訪し、ついにコンスタンチノーブルで、カンディードは、キュネゴンドやカカンボ、パングロスと再会する。見る影もなく醜くなり果てたキュネゴンドに、カンディードは百年の恋も冷めてしまうが、約束を守るために、キュネゴンドとの結婚を決意する。エルドラドーから持ち帰った残り少ない黄金で、カンディードは辞書を購入する。 パングロスやマルチンと実りのない議論を繰り返すだけの毎日は耐え難いものであった。最後に小さな農家で悠々自適の生活を送る老人との会話をきっかけにして、カンディードは労働こそ人生を耐えうるものにする唯一の方法であることに思い至り、日々の仕事とその成果の中にささやかな幸福を乱すようになる。今でも時折、パングロスは もし君が積んだアテントロンクの城を放逐されず、数々の不幸や災悪に見舞われなければ、今の幸福もなかったのだから、やはりこの世の全てが最善であることは認めざるを得ないだろうと議論を持ちかけるのだが、管理ドはただこう答えるのだった。お節後もっとも。けれども、私たちの畑を耕さなければなりません。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。